さんこんばんは。良い子の皆さんこんばんは。子どもたちの自己肯定感を高めるピアノレッスンとは、子どもの能力を見つけて楽しく歌いながら弾くことです。決してピアノ上達だけがピアノレッスンの目的ではありません。音楽の授業のように楽しくなる、これが一番だと思います。夢を叶えてドラえもん。ピアノ教室ではさまざまなジャンル、アニソンから季節の曲、手遊び歌に童謡、クラシック、流行りのヒットソングまで何でもオールマイティーに学べます。確かな自信と遊び心、子どもたちは楽しいが大好きです。タンバリンやカスタネット、マラカス、いろんな音に触れて楽しいな、ワクワクするような愛の手を入れてみる。タンタンタン、うん、タタンタタン、うん、タンタンタアタタタタタタン、うん、セブンデイ。子どもたちは楽しいリズム、言葉で伝えるよりリズムに歌詞をつけて楽しくリズムを体感する方がとっても楽しく感じると思います。こうしなさいではなく、個人の能力に合わせて出来たね体験を味わう方がピアノは長く
楽しく続けると思います。決して難しい読譜や知識は徐々に身につきます。1日5分、5回、目標を決めて少しドレミの音名で歌いながら弾くことで、絶対音感に自分の手を見ないで後ろ向きで、ね、5分ジャッタも弾けるようになるんです。きちんとお母様方のご協力があってのピアノ教室でございます。決して子どもたちに危険や危ないことをさせないことも先生もいつも承知しております。それではまた。今年も1年よくレッスンに通ってきてくれました。毎回楽しみに来てくれるっていうことはとても感謝しております。皆様どうぞ良い虎年になりますように。バイ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 。だったわね。そうだそうだ、今日もとっても美味しかったね。ピザもとっても美味しかったね。うん、それでは皆様また。みんな違ってみんな良い。誰にでも調子の良い時や悪い時があります。皆さんも自分のペースで、決して焦らずに、焦らずのんびり、隅っこ暮らしのように音楽と向き合ってね。おまけに隅っこ暮らしもお届けいたします。後ほど、今度はまたご期待ください。バイ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 。きちんと車の誘導もご挨拶も先生も知らない人には必ずこんにちはと言えるようにいつもしております。笑顔は、挨拶は人の心を明るくしてくれます。なるべくご挨拶にマナーも正しい姿勢で、曲に応じた手首、肩や力の力を抜いてリラックスが一番です。それでは文句のどぎり。